x の2乗プラス y の2乗小なりイコール4、まあ円ですよね。で半径が、まあ、2乗して4ってことは2か、半径が2よりもちっちゃいよってことは、まあ、内側、半径が2の円の内側だよってことやろ。で y の値が0よりも大きいよ、はい、の時、マイナス x プラス y の最大値と最小値を求めましょう。はいはいはい、 OK、まずどっちからいこうかな。まずこいつを図示してみますかね。x の2乗足す y の2乗小なりイコール4ってことは、これは半径が2の円の内側だよと。うん、綺麗に書きました。あー待って、こうね、でこうやろ、こうやろ、で半径が2やからこういうことでしょの内側やから、まあここやねんけども、でさらにこれな、 y が0よりも大きいよってことは、要はこのラインよりも上側ってことよ。じゃあ円の中で、その下の x 軸のラインよりも上ってことは、つまりここや、このエリアだよってことでしょ。でこのエリアの中の話を今してるんだよ。でこれよね、マイナス x プラス y の値って何本になるんでしょう、一番大きいやつ一番小さいやつ求めましょうねって言われてますけど、これはねもう決まってます。どうやって考えるか、マイナス x プラス y っていうのが何かの値になんねんな。だからその何かの値っていうのも適当にこう k っていう、これ数字な、数字になるんやで、これっていうものに置きますよと。で k の値が一番でかいときが、要はこいつの一番でかいとき、で k が一番ちっちゃくなるときがこいつが一番ちっちゃくなるときやんな。で、この k なんやねんって言ったら、正体はですね、よいしょ、これイコールもすって持っていくと、これマイナス x 右に持ってったらプラスの x プラスの k と、ほら、傾きが1の直線なの切片っていう扱いになれるわけよね。これ実はさっきまではマイナス x プラス y の値ってなっとったんやけど、実は式変形すると、直線のこの切片の話になってますよと、そういう話になります。つまり切片が一番でかいところを探しましょう、切片が一番ちっちゃくなるところを探しましょうってことです。さあほならやで、右のグラフに、左かのグラフにちょっと書きますよ。切片はちょっとよくわかんないんですけど、傾きはこれ1ってわかってるんで、傾き地点、まあこんな感じですか。y イコール x プラス k。で、k の値によっては、ほら、切片が変わるから、切片が例えばマイナス2やったらこういうとこやんな。切片が0やったらこうや、切片が1やったらこの辺、切片が3やったら多分この辺なのかな。ね。要はここな。3の場所やもんね。切片が2やったらここ通らなあかんから、こういう感じ。あ、ちょっとずれてしまいましたけども。こういう感じってことね。いうことで、こうやってわーっていっぱい動きますと。じゃあその中で切片が一番大きくなるところどこですかとか、一番ちっちゃくなるところどこですかっていうのを探しましょうっていう問題になってます。じゃあ、一番でかいところどこやねんって、じゃあこの辺はいいんかいう話だけど、これダメです。だってほら、エリアの中に入ってないもん、グラフは。だから、ここはギリギリ OK なのよ。で、ここからですね、OK、OK、はい、グラフ入ってます、入ってます、入ってますやろ。で、ずっと下がっていくねんけども、ここから出てしまって、これもアウトなのよね。ってことは、要は、こっから、この辺までの間やったら、こう、動けるわけよね、上下。こういう感じで。OK？ じゃあ、その時に一番傾きが大きいとこ、一番傾きがちっちゃい、あ、じゃあ、ごめん、傾きじゃない、間違えた。一番切片が大きい、一番切片がちっちゃいとこ、どこですかって言ったら、一番ちっちゃいのはここじゃない？だってもうこれ以上下行けへんもん、今回。ここが一番ちっちゃいんじゃん。切片ってあれよ？ここのことよ。だから、こう、ジュジュジュって上がってたら、切片ここやん。な。で、もうちょっとズジュジュって上がっていったら、切片はここになるし、もうちょっとデデって上がっていくと、切片はここになる。ね。あれな、グラフがかかっとったらいいからな。これで、切片エリアの中に入ってないやんとかいうのは違うよと。ここちゃんとほら、グラフがね、属してますんで。それは OK ってことです。なんで、まあ、一番ちっちゃくなる、切片が一番ちっちゃくなるのはこの瞬間じゃない。ギリ、この辺みたいな。つまり、ここよ。マイナス2やん。切片がマイナスになった時が一番ちっちゃいねんから、ほな、もうこれで出てしまいましたね。最小値。は、マイナス2だよと。はい。っていうことですね。その時の xy 出さなあかんのかな、もしかしたら。一応考えておくと、ここね。こいつ、このグラフが唯一このエリアに属してるとこどこですかって言ったら、もう、ここだけなのよ。じゃあ、ここの x と y 何ぼかって言ったら、これ x が2で、y は、まあ、うまいことこれやね。このライン上から0や。だから、
数が2で y が0の時、まあ、最小値を取ってマイナスになるよってことでしょ。ほな最大値どこですかってことよ。最大値はてててててって上がってって、もうこれ以上上がらへんよいうとこや。まだいけるやろこれな、ギリギリここじゃない。これ以上上行ってしまうとほらもうエリア外になってまう、完全にここギリギリ、ほらここが入ってるでしょ。この瞬間の、切片を考えましょうってことですよ、ね、ほな、どれでいこうかな。この時の切片な、よいしょ。じゃあもうこれでいっていいですか。こここうピタってこうくっつくねんな。この赤い線がここにピトってくっついてるわけですよ。ここのピトピトしてるとこにこう線ピーって引っ張りますと、こうでしょ。この緑の線の長さなんぼやねんって話なんだけど、なんぼかわかります？これだってさ、半径が2の円の、これ、あ、無理ですか？あ、無理でした。はい。半径が2の円をぐるーって回してきてるだけやねんから、当然ここも半径やねんから2じゃない、この緑の長さ。ね。じゃあこの緑の長さが2です。ここの長さってなんぼなんですかいう話だけど、これな、実は奇跡的に、ここほら、ちょうど、なんていうの この、こいつとこいつの真ん中に来てるのわかる？このピタってくっついたとこ。これなんでかって言ったら、こいつの直線の傾きが1やからやねん。要は、ここが45度になるようなグラフになってんのよね、今。45度、で、ここ接するとこやから、これ90度やろ？で、ここ45度なのよね。うまいこと45度45度90度みたいな三角形になってんね、ここで。何やったっけ、あ、そうそうそう、そうするとね、どれでいきましょうか。ここの三角形ってさ、二等辺、直角二等辺三角形ってやつよね。つまりこの辺に書くと、ここの比が1対1対ルート2っていう比になってるわけよ。わかります？あ、てかこっちじゃなくてこっちで書いた方がいいか。こっちの方がいいね。ここの三角形。この三角形って実は、ここ45度でここ90度やからな。だから、こうなってて、ここだから、1対1対ルート2っていう長さの関係になってるわけよ。なら、ここのほら、緑のとこあるやん。ここの緑のところの長さが今2なんやろ。じゃあここの長さ何本になりますってことよ。まあこれ2倍になっとうから、こいつも2倍したったらいいんじゃん。だから2ルート2よ。つまりこっちの左の図で言うたら、ここのことよね。ここの長さのことが2ルート2なんよ。ほな、ここの切片って2ルート2じゃない？ちょっと難しいですかね。まあ、もし難しかったら、もう一本なんか動画作るわ。とりあえずこれで、まあ、これで分かったわ。言うんやったらもうこれで終了でいいやん。切片が2ルート2ってことね。ということで、まあ、もし分からなかったらコメントに書いておいてくださいと。もうちょっと詳しく、詳しいというか丁寧なんですが、解説をあげようと思います。ということで、まあ、これ切片がね、ここ2ルート2になったんで、ほな、最大値は、2ルート2やないかと。切片ね。いうことでございますよ。はい。ちなみにその時の XY ですけども、要はここね、エリアの中に入ってる唯一の点、ここです。ここの XY を出してねっていう風な話なんですけど、これも逆に言うと、ここがね、どん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 グラフがほら、ぐちゃぐちゃになってかんやん。ここ上。ここの部分がこうほら、45、45、90の三角形になってますんで、ここの長さは今2でしょ。ってことは、1対1対ルート2の関係から考えると、横がルート2、縦もルート2ってことなのよ。ってことは x も y もルート2よ。 x の値がルート2、 y の値がルート2ってこと。じゃあその時の話やでということなんで、よいしょ、 x も y もルート2だよと。この時ですね、この時に最大値これ取るんだよという話でございました。ちょっとこれ難しかったですね。特にこの一体一体ルート2の話がたくさん出てくるのがね、めんどくさいかなと思いましたけど。はい、ということでした。